はい、どうもリンダマンです。今日のテーマは人生って知らないことを知っていくことについてお届けしていきたいと思います。今日もねちょっとお茶をしていまして、私って本当に無知なんですよねっていうふうにね悩んでる女性の方とまあお茶をしたわけです。僕はねその時にこう答えたんですが、知らないことって最高じゃんみたいな。でそしたらね相手がそのキョトンとしてたわけです。で僕はねその時なんでテンションが上がったかっていうと、知らないことって本当最高だなと思ってるタイプなんですね。なぜかというと、僕もまだ47都道府県って行ったことがないんですね。もちろん世界全ての国に行ったこともないし、全ての料理を食べたこともない。この1回しかない人生でその知らないことを知っていくことが本当に最高に楽しいことだなと思っているタイプです。この知らない、わからないっていうのは実は能力なんですよね。この知らないことがなぜ能力なのかについてね今日はお届けしていきたいと思います。まあ今日は僕のちょっと体験談も兼ねてお話していきたいなと思うんですが、まあ、若い時に師匠を見つけるんですね。まあ今の時代で言うとメンターって言った方が分かりやすいかもしれません。で僕はその人にお会いして、この人についていくぞって決めたんです。でその人にもう弟子入りさせてくれって言って、まあ、ついていきますって言った時にこんなこと言われました。お前のビジョンは何なんだっていうことを聞かれるんです。ビジョンみたいな、まあ夢、まあそんな類のこと言われた時にビジョンって何だろうっていうふうに迷ったんですよね。このビジョンの見つけ方についてはまた下の概要欄に貼っておきますので、先日話したビジョンの見つけ方についてまた見てみてください。でビジョンか、よしじゃあ自分なりに考えてみようということで、次の日ねまたそのビジョンをまとめてその人に会いに行くんですが、何度も何度も却下されます。僕やりたいこと書きました、紙に書いてきましたって言った時に、ダメだ、もう一回書き直せって言われて、なんで本当にやりたいことなのにっていう。まあ当時思い返せばめっちゃ格好つけたビジョンばっか書いてました。本当にやりたくもないフェラーリ買いたいとかね、なんかもうすごい人望が厚い人になりたいとか、まあなんか本当のモチベーションになってないような、多分ドラマとかに影響を受けたことばかりを書いてたんだと思うんです。まあその人に見抜かれてたわけですよね。こいつ本当にやりたいことじゃないなってことを見抜かれてたんだと思います。で何度も何度も却下されてる時にやっとね OK をもらうわけです。ビジョンを固めていってその人にこう提出した時に、よしお前やっと見つけたなということで、まあ OK をいただきました。でその時ね僕はねこんな気持ちでいっぱいだったんです。もう絶対なりたいっていう自分のビジョンを固めていった時にこう思ったんですよね。なりたいものは見つけたんだけど全くやり方が分かりませんって気持ちになりました。でその時に、まあ、その師匠にねこう言われるんです。まあ、それが本当になんかセンセーショナルで、まあ、衝撃でした。その師匠に言われた言葉が合格だったんです。はっ、もう全然意味わかんなかったです。なんでやりたいことを固めてやり方が分かんなくてそれを伝えた時に合格って意味わかんなくないですか。それを今日聞きに来たんだから合格とかどうでもいいんで早く教えてくださいって思った時にこういうふうに言われました。今日お前が少しでも知ってるような感じを表に出してたらもう教えるつもりはなかったって言われたんです。ちょっと最初はピンとこなかったんですね、言ってることが。でこう言われました。お前やったことがないことをやろうとしてるのに知ってたらおかしくないって言われたんです。まあ確かにそうですよね。例えば僕はカーリングっていうの一回もやったことないですが、カーリングをよしやりたいと思った時に知ってたら怖くないですか。それむしろ知ったかぶりですよね。要は何かやったことないことをやる時に知ってるって感覚とか感情っていうのはやっぱり間違ってるし錯覚なんですよ。やったことないことっていうのは知らなくて当然ですよね。まあその知らなくて当然だっていう感情、まあ、気持ちに合格をいただいたんですよね。まあ、なので自己啓発本とか成功哲学本たくさんありますが、よく出てくるフレーズにねこんな言葉があります。それはね素直って言葉です。もう素でまっすぐって書くんですよね、素直っていうのは。素直っていうのは何かっていうと、はいはいっていうのは素直じゃないです。それはね聞き分けがいいってことですよね。素直っていうのははいって言わなくてもいいから、言われたことをそのまましっかりとやっていく。学ぶの語源は真似部なので、真似をして素直にやっていく力がある人、まあこれがね成功に最も大事だってことが数々の本とか哲学の中に書かれています。まあなのでこっから僕はやったことないことやるわけだし、それを成し遂げた人に学びに行くわけだから、とにかく自分の感情を入れずに素直にやっていくっていう決断をするんですね。でね、この不安っていうのは何かっていうとメカニズムがありまして、不安な感情っていうのは実は無知から来ます。無知っていうのは知らない、やったことない。じゃあこの不安っていうのはやったことないから起きるわけですから、どうやったら不安を消せるかっていうと、無知をひっくり返すわけだから知識とか知っていくってことですよね。やったことないことがどうやったらできるかっていうことが分かれば不安はなくなるに決まってるじゃないですか。やったことないことが不安なのは当たり前なんです。この不安は合ってるんです。やったことないから。成し遂げた人がこれをやってみろって言われたら
なるに決まってますよね。まあそのやったことない知らないことを知識に変えていけば不安はなくなるよねというまあロジックです。その成し遂げて成し得た人がもう先に行ってるんでしょ。その人がこれでうまくいくと、例えばカーリングをこう投げれば絶対に試合に勝てるっていうその理論をやった方が早いに決まってますよね。まあ僕はその人を信じ切ってやってみようと思ったんです。この信じると信じ切るっていうのは実はね似て非なるものですし全く違うんです。まあ日本ではね信じるものは救われるっていう言葉がありますが、まあ本当に僕は信じ切ったことで救われたことだらけです。まあ僕は学力もありませんし未だに漢字も書けません。決して IQ が高いわけじゃないけど、誰についていけばいいかとか、誰の環境に入ればいいかっていうまあ嗅覚のようなものがちょっと人よりも研ぎ澄まされているのかもしれません。むしろその能力だけでここに来たんじゃないかなって思うんです。まず何をすればいいかというと、本当になりたいものを決めましょう。僕の昔のようにビジョンを固めるんです。ね、これピンとこないんだったら、まあ概要欄に貼ってる動画も見ていただきたいんですが、自分の映画の脚本を書いてみましょう。皆さんは一体どんな人生にしたいですか？貧乏病気、貧乏病気、貧乏病気にしませんよね。少なくともサクセスストーリーにしていくと思うんです。本当になりたいものを決めて、そうするとやったことないことなんです。ね、例えば収入が20万しかない人が100万円必要だ、月収100万円だってなったらやったことないから不安になるに決まってんじゃないですか。やったことないんだからそれで合ってるんです。でも世の中には100万稼いでる人がいると、例えばそしたらその人がこれをやってみっていうことで100万円稼げるに決まってんじゃないですか。だってその人になってるわけですから。何が不安かを知れば不安っていうのはなくなっていくよってことですよね。まあ本当に人生っていうのは面白いことで、たった100年しかない人生があまりにもこうやって蛇行運転を繰り返していると、本当に人生っていうのはあっという間に終わってしまうと思うんです。人生って100年で見ると無駄なことは無駄じゃないことが実はたくさんあります。例えば体幹トレーニングっていうのは後々ね、あれやっといてよかったなって気づくトレーニングの一つですが、無駄なことは一つもないんだけど、100年しかないから間に合わないことはありますよね。だから僕は結構ショートカットでどうやっていくかっていうのは自分の人生のこだわりの一つなんです。でその中には先駆者と言われるもう先に行ってる人がいるわけだから、その人が10年かかったんだったら僕たちはそれを8年とかより短い時間でできなきゃおかしくないですか。その人がもう道を作ってるわけですよね。まあ、だから僕は素直にやることが得だし最短距離だっていうことをもう知ってしまったんですね。そしてうまくいかない人のまた共通言語っていうのがあります。それはね、でもとかだってっていうね、まあ、その D がつく言葉をよく使うんです。でもっていうのはどういう時使うかっていうと、先輩からこうしてごらんってもう成し得た人から言われたことを、でもっていうのは自分の過去と照らし合わせてこうやって戦ってる状態ですよね。こうしてごらん、いやでも先輩こうですよねっていうのは自分の過去なので未来にとってはあまり重要じゃないことがたくさんあります。このでもだってっていうのを言っちゃいけないんではなく、なんでそうやって過去を引き出すのっていう、未来を変えたいんだったら過去に答えはないんだから、でももだっても使わない方が良くないって思うんです。ぜひね、素直に実直にその人が言う通りにやっていきましょう。このやったことないことをやるっていうことが人生で面白いことの本当に一つなんですよ。ワクワクの裏にはドキドキって必ず書いてあります。全て表裏一体なんですね。ワクワクするからドキドキする、つまり不安がある。不安っていうのは変わりたいサインなので、その人が成長願望があるってことです。今日の話をまとめると、この知らないとかわからないっていうのはめちゃくちゃいい感じなんだと。おお、志が高く自分のなりたいものを見つけたんだなと。でも不安がある。不安なことは先輩が全部解決法を知ってるから、それを素直に受け止めて信じ切ってやっていけば道は開けていくっていうね、まあ簡単なシンプルなロジックを皆さんにお伝えしました。ぜひね、知らないことをたくさん知っていって、たった1回しかない人生です。ぜひ皆さん最高の人生をさらに形成していきましょう。このライフハック TV ではこういった考え方、デバイス、ツール、人生を向上させていくためのライフハックしていくための情報を皆さんにお届けしています。ぜひチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。